コンピュータアートとは作品の制作や展示にコンピュータが重要な役割を果たす芸術の一種である。コンピュータアートは技術やソフトウェアの急激な変化に基づく進化的性質を伴う。様々な伝統的分野をデジタル技術に統合することで既存の芸術作品とコンピュータを使ったニューメディア作品の境界は曖昧となってきている。 コンピュータアートの作品の形態は様々であり、そこからコンピュータアートを定義することは難しい。コンピュータアートで唯一正しいと言える定義は、作者がコンピュータを最重要ツールとして使用した芸術作品ということになる。エドモンド・バークレイは、コンピューターズオートメーションの1963年1月号の表紙にエフやラジが1962年に制作した画像を、 掲載し、これをコンピュータアートとして紹介した。この画像は1963年に初のコンピュータアートコンテストが開催されるきっかけとなった。コンピュータアートという言葉はバークレーが生み出したものである。コンピュータアートコンテストは1973年まで毎年開催され、コンピュータアートの発展における重要なポイントとなった。 デスモンド・ポール・ヘンリーのドローイングマシン1による絵画。1960年頃。コンピューターアートの先駆者は1956年から1958年にまで遡り、サージュ防空装置のディスプレイにジョージ・ペティのピンナップアートを元にした線画の画像が表示されたのが最初である。これはコンピュータの画面上に初めて表示された人間の絵だった。デスモンド・ポール・ヘンリーは 1960年にヘンリー・ドローイング・マシンを発明した。彼の作品は1962年にロンドンのリード・ギャラリーで展示された。これは機械で生成されたアートが古典を開く権利を獲得したということである。1960年代半ばまでコンピューターアートの作成に携わった人のほとんどは当時は大学などの研究室でしか利用できない。 コンピュータを使うことのできた工学者や科学者であった。多くのアーティストがコンピュータを新しい創造的なツールとして使用し始めた。1962年の夏、ニュージャージー州マレーヒルノベル研究所で A. マイケル・ノルがコンピュータをプログラムして芸術的な目的の視覚的なパターンを生成した。彼はその後コンピュータ生成パターンでピエト・モンドリアンや ブリジット・ライリーによる絵画をシミュレートした。ノルは1960年代半ばの美的思考を調査するためにもコンピュータ生成パターンを使用した。二つの初期のコンピューターアートの展覧会が1965年に開催された。1965年2月にドイツのシュトゥットガルトにあるテクニシャォークシュラで開催されたジェネラティブ・コンピュータグレイフィックと 1965年4月にニューヨークのハワード・ワイズ・ギャラリーで開催されたコンピュータージェンナー・イテッド・ピクチャーズである。シュトットガルトの展示ではゲオル・クニースの作品が紹介された。ニューヨークの展示ではユレス・ベーラとエ・マイケル・ノルの作品が取り上げられ、ニューヨーク・タイムズにて芸術作品としてレビューされた。1965年11月に シュトットガルトのゴルリー・ウェンドリン・ニートリッシュで3回目の展覧会が開催され、フリーダー・ナーゲとゲオルク・ニースの作品が展示された。1965年末にラスベガスで開催されたアフィップス・フォール・ジョイント・コンピューター・コンファレンスでは、マン・メイソンによるアナログ・コンピューター・アートとノルによるデジタル・コンピューター・アートが展示された。1968年、ロンドンの現代芸術協会は、 サイバネティックセレンディピティというコンピュータアートの展覧会を開催した。これは初期のコンピュータアートの展覧会において最も影響力のあるものの一つである。展覧会の出展者にはナムジュン・パイク、フリーダー・ナーケ、レスリー・メゼー、ゲオル・クニース、A ・マイケル・ノル、ジョン・ホイットニー、チャールズ・スウィリなど、後に最初のデジタルアーティストとみなされることになる人の多くが含まれていた。 一年後、ロンドンでコンピューターアート協会が設立された。1968年8月のサイバネティックセレンリピティの開幕時に、ユーゴスラビアのザグレブでコンピュータと視覚研究というシンポジウムが開催された。キャサリン・ナッシュとリチャード・ウィリアムズは1970年にコンピュータープログラム4アーティストツアート1を発表した。 ゼロックスのパロアルト研究所は1970年代にグラフィカルユーザーインターフェースを開発した。1984年に最初のマッキントッシュが発売され GUI が普及した。多くのグラフィックデザイナーはクリエイティブツールとしての能力をすぐに受け入れた。アンディーウ・ォーホルはコマドをアミーガを使用してデジタルアートを作成した。彼はデボラ・ハリーの画像を ビデオカメラにより、モノクロでキャプチャして、グラフィックプログラムプロペイントでデジタル化し、塗りつぶしにより再色した。当初は、技術的な問題で出力と印刷結果が制限、されていた。初期の装置では、出力は、ペンとインクによるプロッターを使用しており、描けるのは線画に限定されていた。1960年代初頭、ベール研究所で、 ストレンベリ・カールソン SC-4020 マイクロフィルムプリンタを使用して 35mm マイクロフィルムによるデジタルコンピュータアートのアニメーションが制作された。静止画像がブラウン管に描かれ自動的に撮影された。アニメーションにするため 35mm フィルムのロールに一連の静止画像が印刷された。その後 SC-4020 プリンタに16 ミリメートルカメラが追加されたことで16ミリメートルフィルムに印刷されるようになった。1970年代にはドットインパクト方式によるドットマトリックスプリンタが登場し様々なフォントや任意のグラフィックが印刷できるようになった。初期のアニメーションはすべての静止フレームを紙の束に順番にプロットしそれを16ミリメートルフィルムに撮影することで作成された。 1970年代から1980年代には、ほとんどの映像の出力の生成には、ドットマトリックスプリンタが使用されるようになった。1976年、インクジェットプリンタが発明され、パーソナルコンピュータでの使用が増加した。インクジェットプリンタは、今日、最も安価で最も汎用性の高い、デジタルカラー出力の方式である。通常、ラスタイメージ処理は、 ラスターイメージプロセッサとして、プリンタに組み込まれているか、ソフトウェアパッケージとして提供される。これは、高品質の出力を行うために必要な処理である。1982年に創業した Adobe Systems は、ページ記述言語ポストスクリプトやデジタルフォントを開発し、描画と画像操作のソフトウェアを一般的なものにした。1987年に登場した。 ベジー曲線に基づくベクトル描画プログラムである Adobe Illustrator と1990年にトーマスノール、ジョンノールの兄弟が作った Adobe Photoshop は当初はマッキンタッシュ用に開発され1993年までに DOS、Windows プラットフォーム用がありリースされた。ニューラルネットワークによる画風変換を使用して ムンクの叫びの画風でレンダリングされたジミー・ウェールズの写真被写実的レンダリングが1990年代から研究対象となっている。2015年頃、畳み込みニューラルネットワークを使用してアートワークの画風を抽出して、それにより写真やその他の対象の画像の画風を変換するニューラルスタイルトランスファーが実行可能になった。画風変換のある方法では、 VGG やデスネットなどのフレームワークを使用してアートワークの画風を視覚的特徴に関する統計に分解する。その後、対象の画像をこれらの統計に合わせて修正する。ニューラルスタイルトランスファーを行うアプリケーションには、プリズマ、Facebook コーニスタイルトランスファー、MIT のナイトメアマシン、D パートなどがある。ありがとうございます。